45、46、47、48、50万円、これで100万円となります。今年もやってきました。この季節一等前後賞合わせて10億円、年末ジャンボ宝くじ。もし10億円当たったら職場のみんなを焼肉に連れて行くってこと。多分ちょっと行くかな。あの1万円でもあったらいいかなと思ってやってるだけで、うん、そこにあれ皆さんなんだか現実的。当選金は22年間で総額47億円。先月にはハロウィンジャンボで1等前後賞合わせて5億円を呼び込んだ伝説の宝くじ売り場にカメラを設置。ぜひね、大きい当たり入りますようにね。コロナ禍続く年末の宝くじ売り場、一体どんな人がやってくるのでしょうか。宝くじ売り場の人間模様。東大阪市にある布施ポップアベニューチャンスセンター。この日は年末ジャンボの発売初日。売り場の前には開店前から長い行列が。では開店します。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。今日はいくら買いました。あ、10万去年良かったからな。去年はいくらでした。あ、まあ、5万ほどやったけど。東大阪市内に住む和田さん、83歳。去年年末ジャンボで5万円を当てたこの売り場で2年連続のお買い上げ。去年当たった時奥さん何かおっしゃってました。あ、良かったねそのぐらいのもんや。そのぐらいで驚きやまないね。奥ですか、うん、千万ですか。まあそんなことないけど100万ぐらい、うん、うん、ね、100万ぐらいが人気ちゃう奥さんをあっと驚かせてください。続いては画面左の女性、佐藤さん。右の窓口が開きましたけど買わないんですか。およそ1分後何かを確かめるように前へ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。窓口選んでませんでした。あ、窓口選んでます。恵比寿屋さんにしたい、大黒さんと迷ったんですけど。佐藤さんが確認していたのは売り場の人の名札。こちら寝屋川市から買いに来たお坊さんも。ありがとうございます。ご本能さん大黒さんなんで大黒さんお願いしようと思いまして。この売り場、人気の秘密は高額当選だけでなく売る人たちの名前にもありました。大黒です。恵比寿屋です。福徳です。大富です。私たち福娘です。福を呼ぶお名前4人が揃え踏み。全員本名なんです。偶然この売り場に集ったというからなお縁起よし。お待たせ、ありがとうございます。24枚。ちょっとなんか奥様は何枚か。24枚。大阪市東住吉区の池田さん夫婦はそれぞれ24枚購入。この数字は一体？なんかあの占い師さんかなんか言ってたから、24日の24枚24っていう数字が金運あるって言われたで。当たったらどうします。当たったら考えられない、ね、とりあえず餃子の方していきたい10億円当たれば餃子をおよそ400万人前食べられますよ。中にはこんな人もいます。1枚買いました。1枚だいたい1枚ですね。1枚で頑張ってます。実はこの女性、ここに来る前にショックなことがあったそうで。100名様にエコバッグ
を買うと、まあ、商品券もついてくるっていうので、そのスーパーに並んでたんですけど、目の前で品切れになってしまってちょなかなかないなこういう運はっていうので、ちょうど今日は初日の宝くじジャンボあったんで、ちょっといいの当たるかもしれないって思って、そこ運がなかったから、なかったんで穴埋めできるかなって当たるかな、不運を幸運に、一枚が起こす奇跡ないとは言えません。ありがとうございます。ついに来ました、1等前後賞合わせて10億円の年末ジャンボを連番で3000枚、バラで2000枚の合わせて5000枚、締めて150万円なり。ちょっと手伝っていただいていいですか、こちらの方で。今回は初めてや、俺150万円のな、切り、がええし、まあ、150万円、で、ちょっとこうやってみろかと挑戦したんです。宝くじを買い続けて60年という84歳の男性、この売り場で買うのは3年連続とのこと。株を売って作った資金で得た5000枚の夢へのチケット、当たったらどうします？海外旅行、もう船で船旅、3分の1は当たります、3分の2は外れる。これまでの経験から150万円のうち3分の1の50万円は戻ってくると予想。大きい額を望まないところがベテランならではの楽しみ方ということでしょうか。お気をつけて。秋のハロウィンで5億出てます。あ、そう、分からんな、ね、5億もそんな出た、出ましたね、もしかして高額当選狙ってます？これまで1億円以上の大当たりを数多く出してきた布施ポッポアベニューチャンスセンター、ここ9年間高額当選から遠ざかっていましたが、今年10月ハロウィンジャンボで1等前後賞を合わせて5億円が飛び出し、レジェンドの面目躍如。コロナの感染もやや落ち着いていることもあり、お客さんが途絶えることはほとんどありません。しかし、先ほどの男性のように大量に買っていく人はごく稀です。何枚買われたんですか？30枚。これもし当たったら何がしたいですか？なんか生活とか、あとちょっと貯金とかしたいです。生活費かな、主にやっぱり消費税とか値上げされたんで。大阪市から自転車で30分かけてきた50代の女性、少しお疲れの様子。ご主人お仕事されてるんですか？あ、今のとこちょっとこの前、はい、今ちょっとやってないんですよ。あ、やってなくて、ちょっと契約をちょっと打ち切られたっていうか、なったので、はい、今は探してるところです。生活的にはちょっとなかなか不安な。そうですね、ちょっと不安かなっていうのはあります。お子さんもいらっしゃって。あ、もう社会人と大学生、来年独立するので、ちょっとは楽になるかなと思う。来年までもう一踏ん張り。困っている人に福が舞い込むことを願います。夢を見るのは厳しい現実に直面しているから。3枚だ。
年末ジャンボのバラを3枚買った沢井さんもその一人。僕、まあ、ちょっと介護士なんですけど、まあ、ちょっといろいろやっぱりちょっと、まあ、あのコロナとかもあって、まあ、ちょっといろいろありまして。コロナの影響で仕事の負担は増すばかり。人手不足に悩まされ、心身ともに疲労困憊の毎日です。給与が上がるっていうふうなニュースとかもありましたけど、でもやっぱりそれでもやっぱり、まあ、ちょっと正直なところ言うとやっぱりちょっとしか上がらないかなっていうところではあるんですよね。やっぱり当たるかどうかはちょっとかなり微妙ですけど、たった3枚なんでね、どうなんでしょうね。もうそれこそ当たってしまったらもう多分隕石が落っこちるぐらいかのレベルだと思いますけど。失礼します。嬉しい再会もありました。お客様すいません、小笠原さん。そうです。去年の。ああ、お久しぶりです。ちょうど1年前にこの売り場で出会った小笠原さん。年末ジャンボの発売初日、その日めでたく男の子が生まれ、記念にと3万円分の宝くじを買ったのです。結果はどうでした？結果ダメでした。今年は少し増えて3万9000円分130枚を購入。もちろん東馬くんの誕生日記念です。あの時の子が。そうなんですよ。大きだった。なりました。今日で1歳です。どんな1年でした？いや、もう最悪な1年でした。もうコロナでだからほとんど3、4ヶ月ぐらい休んでたんで。小笠原さんは父の光之さんと寿司割烹を営む料理人。コロナの影響で苦しい時期を過ごしましたが、悪いことばかりではなかったようです。店はダメでしたけど、家庭はもうずっと子供の世話できたんで。だからすごい良かったなと思います。成長が著しい時期じゃないですか。だからその時に見れて良かったんじゃないかなって思うんですけどね、私的には。日々感動ですね、もう。ハイハイする旅とか、ようやく今ちょっと歩き出して、はい、来年また東馬くんが成長した姿見せてくださいね。大きな夢を宝くじに託すのは森口市から買いに来た仲良し親子。何かかりました？親子で楽しくできる会社を作って困っている人を助けられる。会社作るんですか？いやいや、もう宝くじですから、夢ですからね。書くのは自由なことを書いてますね。将来作れたらいいけど、まだ子供ですから、大きくなった時に作りたいね、子供も一緒にできる仕事。不動産業界で働くお父さんとその娘さん、2人で住宅関連の会社を作ることが夢なんですって。お子さんはそのお父さんの背中を見てなるかな、どうかなって、まあみんなね、どこのお子さんも背中見るかどうかわからないですけど、でもお父さんとしては嬉しいんじゃないですか？そうですね、見てくれれば、ね、宝くじを買って夢を見る。新型コロナの影響が色濃く残る2021年、宝くじ売り場を覗いてみると人の数だけ物語がありました。